はい、最初はグー、じゃんけんぽん。まげ高校でお願いします。高校で。さんさん。はい、そはい。こなの？ねあ、はい、はい、えねえねえ。はい。あ、先行、先行が梅毒、高校が MC ゴンスですね。なんかシャウトいらねえわ。シャウトやめとこう。うん、絶対変なことになるわ。はい、それでは行きたい。じゃあ、シャウトします。じゃあ、それぞれ、おのおの MC、シャウトの方、一言お願いします。一言ですよ。一言。え、どっちから？一言お願いします。バイドクちゃんから。じゃあ私から行きます。ペリクリ。さあ、大してゴンス、はい、シャウトお願いします。と、5000円は僕のもの。おお。さあ、それはさあ、5000円をどっちフィールドに蓄えるのか、5000円で金つ5000円で曲作るのか、もうどっちか勝ってもいいよ。はい、それでは行きたいと思います。先行ディルド。ディルドじゃない、もう先行ディルド。 YouTube 使うと本当。はい、それでは行きたいと思います。改めまして、まあ試合なんでね。先行梅毒、高校 MC ゴンス、8小節4ターン、決勝戦いきます。ビートは DJ シグレ。誰が予想したよこのカード。下ネタだけで決勝戦つかむ。5000円、ごめんね。ビルド買ったらしっかりとレビュー上げてあげるから、しぐれさんチェックしといてくれよな。何買おうかずっと考えてます。これまだあるの？え、長くね、このビート。まあいいや、適当に言葉を並べ立てるだけで簡単にやる。どうでもいい、ゆっくり乗せることはできないから、俺また早くでこんな感じ乗せていくだけ。うわ、何もやってない。俺は決めてる使い道へ、俺は家族のために使いたいって思ってるから、お前は梅毒、性病の予防法教えてやるよ。俺のスキルでよ、予防法。でも俺はこれ見せる、ど根性みたいな感じだぜ。お前は下ネタ割ってきた、でも俺はスキルで上がってきたから、マジで俺は観客上がらせたいから、マジで久しぶりの決勝、涙の決勝、俺がいないと始まらねえぞ。マジで俺はちゃんとスキルで見せつけるだけ。お前やってんのは G 行為、俺金曜日、でも俺はここで追加する新境地。ウェお前、なんだっけ、上がらせたいのか、俺ならしもネタで笑わせたいからやってるだけ。お前とはまあ価値観違うかもしれないけども、まあはにかんで笑って俺適当に逃げ上げら笑いながらやってるだけ。今週お前にいいことある。お前主催の大会で主催入れたのどういうことっすか。あの大会マジで気だったんですけど、そこんとこ教えてくれよ。いや、ほんまに、うん、あれなんで逃げた。今日、なんで、こいつ何言ってるかわかんない。まず会ったこともないのに、お前の名前は梅毒ちゃん。でもお前このステージと、僕楽者みたいな感じだぜ、本当に。よう、会ったこともないのに、なんかそこら辺の噂、まあ、本当かもしんないけど逃げたんじゃなくて。よう、まず何回も俺は逃げてきたけども、帰ってきた復活。だからここでお前に、ふっかける俺のスキル。お前結局ワンパターンみたいなフローばっかしてて、俺には全然響かないから。俺は日々のこの、ラップがあったからここまで来れた。響かないか、ひれがないかは知らねえけど、お前ディスコの大会に出てる。俺ゴミ梅毒じゃなくてさやちゃんって名前でディスコの大会出たのに、お前途中で市民放棄して誰か他に主催渡してた。あの大会マジ何だった。本当にリルゲン君どうしたんだって。お前逃げちゃったの本当に残念。どうして今ここに立ってるのか理由を教えてくれないか。俺の前に立てる意味があるのかな。よ、俺はバトルは MC ゴンス出てた。あの大会も MC ゴンス。リルゲンって違う人だろ。お前分かってない。マジでそういうこと言ってるけども、さっきから風俗でなんか意気がってる。マジで。お前意気がんな。俺は自信満々。お前はただの新人ラッパーみたいなもんだろう。結局あれは逃げたんじゃなくて、もうなんか、あの時は頭がおかしかった。でも今じゃラップでめっちゃおかしくなったから俺はスキル。お前は結局そうやってなんか昔のこと持ってきて、それで言いたいだけのカスだろ。
言いたいこと言いたいからやってるラップ、逃げた理由は永遠に教えてくれない、つまりはあんたは返してないから、お前の負けが決定しちゃってる。この瞬間決定的だな、逃げたことを認められないから言い換える、リビゲンガーゴンズ名前を変える、そうやって逃げてばっかり、今日ここに立ってんのもまあ逃げられない状況になってるからだろ、分かってるってその心心境、俺ならいい感じ居心地いいって、まさか誰がこのカード見れるとか思ってねえだろ。よう、逃げてばかりとか言ってるけど、逃げてたらもうこの世界にいないから、俺はみんなの首縦横、でもお前らは発展、お前は発展途上だろ、結局まだ成長途中、てかそうやって名前変えて、ま、や、マジ紛らわしいんだよ、てか俺は逃げたわけじゃなくて、正直昔のことすぎて全然俺は覚えてないから、逃げてたらそれはお前の勘違いだろ、そうやってお前のなんか土俵に連れてって何がしたいかわかんない、これは二人のこと、大会今も開いてからどうぞ来たい。終了。いいですね。何個？はい、先攻が梅毒、後攻が MC ゴンスです。はい、レッツジャッジ。え、やばかったの？優勝は梅毒です。ごめんなさい。シグラさんごめんなさい。マジ？マジかよ、本当に。まあゴンス、ゴンスさん、何かあります？マジか。まあ、ちょっと見逃しちゃったんですけど、まあ、あ、大会開いてるんで、ディスコードで開いてるんで、よかったら来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、梅毒さん、ウィニングラップしてもらおうか。ウィニングラップするんだ、これ。この状況で。で、喋ってもらおうか。どっちでもいいよ、僕は。勝ってるんで、勝ってるんで、普通に。もう、まあ、行こう、もう行こう。はい。誰だよ、そうで聞いた。なんで俺ここに立ってんねん、てかなんでこの位置に立ってんねん。なんにもわかんねえよ、俺チンコとマンコだけで成り上がりとかめちゃめちゃ恥ずかしかねえんだけど、僕にエンジンギルド買います。もういいかな、これ以上言うことがないんだ、シグレさん本当にごめん。だけど1月末の FMB だけはガチでやるぜ、それだけはしっかり約束する。ただそれだけしか言うことねえ、1月マジで忙しいんだ、10日に新ペータとバトルがある。はい、ありがとうございました。はい、お帰りください。はい、お帰りください。いや、ちょっと金持ってお帰りください。まだ行こうよ、やめてお帰りください。やだ、延滞料金もうダメです。すいません、お帰ります。お前とはもう無理や、お前とはもう無理や。なんでよ。